はお忙しい中、丹波篠山楽空間結成10周年記念ライブ和立ちにお越しいただき本当にありがとうございました。そしてこの度東日本大震災によって被災された方々にお見舞い申し上げます。今回のライブこのような時期に、開催させていただくことになり、自分たちの踊りはここで踊っても東北の人たちに支えるとか届けるということは僕らにはとてもできないし、僕らには計り知れないような多くのことが起きてますけれども、メンバー一同この会場に来てくれた皆さんを精一杯元気になってもらおうと、自分らにはそれぐらいの小さいことしかできませんけども、せめて今日ここに集まってもらった皆さん、そして自分たちも含めてこのライブが終わった後、明日からまた頑張ろうかという気持ちで帰れるような、帰っていただけるようなライブになればということを目標にして今日まで頑張ってまいりました。今回のライブの和立ちという名前を付けさせていただいたんですけども、この和立ちという言葉には本来車輪の跡という意味があります。これは自分たちが辿ってきた道を見つめ直すという意味を込めまして、この和立ちというライブを開催しました。今からお届けする曲は最後の曲になるんですけども、この楽しい空間の楽空間がもっともっと広がっていくように、次の10年この10年分解させていただきましたけども、次の10年を目指して頑張っていけるように、最後に新曲のあまりという曲をお届けしたいと思います。あまりは天にやりと書いて、まあ、普段はこんなにあまりというふうには読まないし、こんな言葉も、ございませんけども、自分たちの中では天のやりということで、天に向かって貫く思いという自分たちの信念をまっすぐ伸ばしていくという気持ちを込めて、このあまりという曲を作りました。これを今日お集まりの皆さんに見ていただいて、我々の次の10年への思いを感じていただけたらと思います。本当に今日お集まりいただいた皆さん、そしてスタッフの皆さん、応援してくださる方々、皆さんのおかげで丹波篠山楽空間ここまでやってこれました。今後も変わらぬご支援よろしくお願いいたします。ということで、アルコールいただきましたので、もう一度最後に、このあまりを、お届けしたいと思います。このあまりで、実は、毎年よさこいソーラン祭りという北海道のお祭りに、落語家が参加してたんですけども、今年は、参加を、取りやめました。来年に向けてこのあまりをしっかりと仕上げて、夢のファイナルステージを目指して、しっかりやっていきたいと思います。今日は我々の決意、最後にもう一度見てください。お願いします。思いは大地を駆け抜け、天をも貫く。